はい、昼ビル放送局、ワケありダイエットウォーク、まこねです。ついに金曜日の朝ですね。収録は木曜日の朝なんですけども、すごいね、鳥の音がチュンチュン鳴ってて、空ももう青くて、すごくなんか今日は心地いい、気持ちのいい一日になるような気がします。今日はですね、収録しているのは、20日の、朝今、4時52分。そう。ちょっとね、家出るの遅くなっちゃって、今日収録ちょっと遅くなっちゃったんだけど、その分慌てながら歩いてます。まあね、走るほどでもないし、まあ、40分というか、まあ、30分あれば、まあ、普通に着くかなっていう距離なのよ。そう。まあ、喋りながらダラダラ歩いてると、40分になっちゃうけど。まあ今日はね、普通のペースで歩きながら喋っていこうと思います。で、今日はね、4月20日、実は新月です。はい。新月ってのは、月の影に全部月が隠れて、はい、まあ、月の、地球のね、真裏に来てるから、まあ、太陽の光が当たらないってことですけども、うん。まあ、新月が、48時間続くんですが、それがね、今日の4月20日の、13時13分から、明日、明後日だから22日の13時13分までが新月です。この新月の間に、10個の願い事をすると、叶うっていうのが新月の願い事っていうやつですね。はい。まあ、それはね、そう、新月の願い事は、まあ、知ってる人は知ってるし、興味ある人は、詳しい、私はよっぽど詳しいと思うんですが、私は、なるべくね、新月の日には新月のお願い事、で、満月の日には満月のお願い事をしようと思ってるんですが、そうそう、なんかね、結構忘れちゃうのよ。そう、このポッドキャストを始めたばっかの頃に、新月のお願い事を喋りながら、そう、あの頃はね、毎日のネタを考えるっていうよりも、もう本当、何を喋りたいかっていう感じで、もう本当、そう、言葉が降りてくるままに喋ったって感じなんですけども、うん。まあ、最近はね、ちょっとだけテーマに沿ったお話ができるようになってきたような気がしてます。まあ、そんなわけで今日は新月のお願い事をしようと思ったんですが、まあ、13時13分からが新月なら、まあ、そうね、今日の M キャストの方で、はい、ちょっと遅めの収録だけど、今日の M キャストの方で、新月のお願い事をしようと思います。なので、この時間は、まだね、朝5時前なので、そう、今日は別のテーマでお話ししていきます。今日は、今週最後の収録ですので、ぜひ、また、今週もそうですね。今週まだ最後だけど、今週まだ終わってないや。そう。そんなわけで今日のテーマは、深夜、ちょっと違う作業をしながら、ふっと、なんか思いついちゃった。さあ、なんかもう思いつきすぎる夢をちょっと語りたいなと思ってます。はい。まあ、わけあり、昼ビル放送局では、毎週金曜日の15時に、私の住む新潟県長岡市のジョイフィット長岡映画館ですね。はい。10館ある、シネコンなんですけども、そこのね、映画情報を、Facebook の長岡市グループと、昼ビル放送局の YouTube にアップしてます。はい。まあ、これは、まあ、私がね、本当、SNS 立ちして、もう本当、もう何でもかんでも嫌になっちゃって、早くお迎えに来てほしいと思ってるような時期、そういう中で、暗黒の時期の中で、まあ、たまたま見た映画から、映画の面白さを再発見し、さらにそこからコンテンツを作るってことの面白さをもう一回確認し、で、今に繋がってるんですけども、まあ、それもね、きっかけをくれた映画館に対して、何かしら恩返しがしたいってことで、したいと思って、まあ今ね、私は3年間の16時間断食を、まあ、頑張ってる最中ですが、まあ、それが終わるまでは映画を見ないっていうふうに私の中で決めてるんです。そう、好きなことはとりあえず立とうということで。そう。まあ、それで、まあ、映画は見に行けないけども、まあ、予告編を見ながらね、一人でも多くの人に映画館に足を運んでもらいたいと思って、最新映画情報を皆さんにお伝えするっていう、ポッドキャストを、毎週金曜日の15時に配信してます。はい。
まあ、それは Facebook にある長岡市グループも同じような同じ方に投稿してるんですが、そう、それの、ね、ベースになるさ、動画の音声を入れる前のベースになるやつを作ってたときに、ふっとなんか頭よぎったんですよね。そう。ふっとよぎったっていうか、まあ、それがゼロ、初めてよぎったわけじゃないんだけど、まあ、私が毎週、5本も6本も映画館の映画を見てた頃に、私もね、シナリオを書いてみたいなと、映画を撮ってみたいなと思って、そう、思い返せばそれがきっかけで、ポッドキャストを始めたい気もするな。うん。まあ、そんな風に思った頃があって、まあでも、ポッドキャスト始めてみると、そう、まあ、バタバタしてるうちに、まあ、そんな夢は、どんどん、影に隠れていっちゃったんだけど、そう、そういえば、なんて感じで、まあ、それを思い出したんですよ。うん。で、思い出した時に、あのね、先週の金曜日から公開かな、4月の14日から公開の、なんだったっけ、スクリーンじゃなくてね、サイエンス、S から始まるんだよな。サーチだ。サーチ2を思い出して、サーチ2っていうのは、まあ、サーチ1もあったんだけど、ほんとね、パソコンの画面の前だけの、で、ストーリーが進んでいって、2はね、失踪したお母さんを、娘さんが、パソコンを使って探していくっていう話なのよ。うん。1は、失踪した娘を、お父さんが探していくってやつで、そう、その1と2に、ストーリー的なつながりはないんだけど、まあ、シチュエーションはね、いずれもパソコンの前で、パソコンで、検索して、失踪した人を突き詰めていくっていう内容なの。まあ、それがさ、まあ、見たい、すっごい面白そうなんだけど、まあ、見れないからね、それを、なんか頭の中にちらつきながら、そういえば、って思ったのが、昨日の私の M キャスト。うん、昨日はね、なかなかダークな日でさ、まあ、ここ2、3週間、やっぱさ、ほんとね、体重の変動が、ほとんどないの。そう。うん。体重は、下がってみたり上がってみたり。そう、だいたい101キロから102キロの間を、まあ、行ったり来たり。そう。16時間断食始めて、もうすぐ80日目ぐらいだけども、こんなに変動がないのは、初めて。でも、体脂肪率も上がったり下がったりで、私はね、毎日、体重、自分の実際の体重かける体脂肪率をかけて、実際の脂肪量を計算してるの。うん。まあ、体脂肪率はね、測り方がちょっと違うだけで、全然数値が違ってくるから、まあ、おおよそしかわかんないんだけど、そう。よくしかわかんないんだけど、脂肪のね、実数は減ってるのよ。ちょっとずつね。ちょっとずつ減ってるの。そう。それでも今、29キロぐらいかな。そう、脂肪の総量が。だから私の体の 29% は脂肪よ。そう。だからその 29% のうちの、あ、29キロのうちの、うちちょっとずつ減ってることは確かなんだけど、まあ、体重っていう数字には全然見えてこないのね。むしろ上がってる。まあ、それは、筋トレの効果なのか、まあ、筋肉はね、筋肉つくと、筋肉重たいから体重が増えちゃうのよ。そう。筋トレの効果なのか、食生活がね、確かにここ、2週間、3週間、あんまり良くないのよ。そう。で、16時間断食も、じゃあきっちり16時間断食できてるかって言ったら、ここね、2週間、3週間、ちょっとね、ちょっとそうでもないのよ。さあ、まあ、そんなことがあって、今までにないぐらい、なんか、ちょっと私の気が緩んでるんじゃないかなっていうのを思ってたの。うん。それの、そんな中で昨日ね、帰りに、さあ、たまたま、久しぶりに会った友達と、歩きながら喋ってて、まあ、その勢いで、一人でスーパー行って、なんか本当はね、塩麹じゃないや、なんだっけ、酒かすを買っただけなんだけど、たまたまね、山崎のさ、コッペパンが安くなってるコーナーがあるわけよ。そこのスーパーは、毎週木曜日ね、昨日は木曜日だから、
そう、収録してるのは金曜日よ。金曜、毎週水曜日だ。水曜日、昨日が水曜日で今日が木曜日。発信は金曜日。だから、水曜日の話なんだけど、私がよく行くスーパーは、水曜日に、山崎のコッペパンのシリーズが、68円で売ってるのかな。うん。まあ、それプラス消費税。そう。で、まあさ、いろんな山崎のコッペパンのシリーズが並ぶの。そう。何種類ぐらい並ぶかな ?1,2,3,4,5,6,7,8,8,16種類ぐらい並ぶかな。そう。で、その中には、やっぱりね、季節ごとの新商品も結構入ってくるの。だから、リリカルも激しいんだけど、まあ、定番もあったりして。そう。そうするとさ、やっぱ新商品見ると興味持っちゃって、昨日はね、新商品を3つ買っちゃったのよ。そうしたらもうさ、もう見ちゃったら止まんなくてさ、お金がなければね、お金持ってなければ、全然買わないんだけど、そう、昨日はね、酒かす買おうと思ってさ、酒かす買おうと思って言ってたから、まあお金あったわけよ。そう、まあそれで、まあ、コッペパンを3つ買っちゃって、もうそのまま勢いでさ、そう、チャルメラのね、5袋が、300円ぐらいで売ってたの。そう。普段400、500円近くかな。そう。まあ、それはさすがに買わなかったんだけど、でもなんか、揚げ麺だよね。要するに。そう。まあ、カップラーメンが食べたくなって、まあ、そのパン3つと同時に、カップの焼きそば買って、まあ、そこのフードコートで食べちゃったのよ。そう。まあ、その後ね、別に食べるわけじゃないし、オートファジーが効いて16時間断食のさ、食べていい8時間の間に入ってるから、まあ、そんなにね、体重にものすごく影響があるってことはないと思うんだけど、そう。でもなんか、今までやらなかったことだったからさ、まあ、私の中で気が緩んでるんだよなってことをもっと実感することがあってさ、そう。それで、昨日の M キャストは、じゃあ、もともとさ、私がなんで16時間断食を始めようとしたかっていうことをもう一回確認しようと思って、まあ私のね、言葉が降りてくるままに、喋り倒して、結局1時間ぐらいの収録したのかな。うん。まあ、言葉が降りてくるのはさ、私、なんとか体質って言うんだよね。ちょっとわからない。ちょっとわかんないけど、なんか乗ってる日っていうのは、自分で何も考えなくても、言葉がね、宇宙から降ってきて、スッと体の中に入って、もう自分の言葉が勝手に喋らされてるように、滑らかにいろんな会話が出てくの。どんどこどんどこ。そう。逆に乗ってない時は、多分聞いてる人もわかると思うんだけど、一生懸命言葉を探しながら、次に何喋ろうか、ずーっと考えながら喋ってて、そう、だから、とか、とか、というのが、すごい多い時は、今日はこいつ乗ってないな、と思ってくれていい。今日なんか、本当はバンバン言葉が降りてくる感じ。こういう日はね、結構ね、その気になれば、1時間でも2時間でも喋ってられる。そう。ただ、そのね、あと、空との宇宙とのアクセスがね、たまにピチッて途切れる時あるの。途切れた瞬間もう言葉が止まっちゃうんだけど、逆にね、降ってきてるなっていうのを意識しちゃうと途切れちゃうのね。だからもう流れに任せて喋り倒すと、まあ1時間でも2時間でも喋れるの。うん。まあそれが昨日さ、M キャストの中で、やってて、で、まあ、私がなんで16時間断食を始めたかっていう話をトントンとしていったの。でね、まあその話はね、その話は、今日のね、今日じゃなくて昨日の10時から発信してる昨日のね、M キャストを聞いてもらえれば、ちょっと長いけど、まあ、私にとっては本当に貴重な1時間だったなって、本当に今でももう本当にポッドキャストを始めてよかったなと思うし、どれくらいの人が聞くかどうかわからないけど、まあ、その先に聞いてくれてる人がいるっていう安心感もあるし、何よりも自分の心にしっかり聞かせることができたっていう、すごい素晴らしい体験だったなと思ってるの。でも、そう、今日はその話じゃなくて、もう半分以上喋ってるのにね、の話じゃなくて、なんて言うんだろう。つまりね、私がさ、ポッドキャストに至るまでの話で、昨日のタイトルは、私のために毎日マイクをかじるっていうタイトルなんだけど、そう。うん。まあ、まさに、それって、
私の中では、ちょっと、シナリオに起こせるような話だな、とか思ってたの。いろんな要素があるからね。そう、まあ、そう思ったら、なんかちょっと、久しぶりに、映画のシナリオを書いてみたいな、っていう気持ちになってきたわけよ。それでね、まあ、チャット AI でさ、チャット AI じゃなかったな、ノーションで、うん、ノーションと言ってね、AI とさ、エヴァノートの、みたいなノートサービスの、まあ、中間みたいな感じでさ、文章を書くことに特化した、そう、そういう AI よ。そう、まあ、ノーションにね、私結構ノーションに、チャット AI との借りぐらいに使ってるんだけどさ、うん、ノーションに、シナリオを書きたいと。じゃあ、まあ、映画のシナリオで、映画のシナリオを書いて、映画化する方法を教えろっていう感じで、もう教えたらさ、まあ、項目がダーって出てくるわけよ。そう、まあ、その中で、じゃあ、映画のシナリオの書き方を教えてくれって言うと、まあ、またこうやって書くんですよって出てくるわけよ。で、まあ、まあ、なるべく細かいところまで、表示させて、あ、なるほど、こうやって書けばいいのかと。うん、まあ、それだったら、ちょっと、お前と一緒だったらできるかもしれないねって言ったら、もちろんですよ。みたいな感じで、映画言ってくるわけよ。まあまあ、そんなわけで、まあ、ちょっとね、時間を見つけて、すっごいショートの映画のシナリオを、書いてみようかな。なんていうのが、まあ、夢の第一歩として思い浮かんだわけ。うん。そう。まあ、それで、そう。まあ、チャット AI と、映画の話をしたんだけど、まあ、その先にね、じゃあ、書いた映画をさ、自己満足で書きました。自分で映画撮るのはいいよ。映画撮ろうと思えば撮れるよ。そう。うん。でも自分で撮って、まあ、YouTube で流してもいいけどさ、さ、どうせだったらさ、本当にさ、しっかりした映画にしたいじゃん。まあ、短編でもいいけどさ、こう誰かと一緒に組むなりしてさ、まあ、それにはさ、シナリオを評価されるのが一番手っ取り早いと思ったわけ。うん。となると、世界中で、そう、シナリオのコンテスト、シナリオの、賞って、まあ、あると思うのよ。そう、世界中にね、日本もあるし、世界中に。まあ、それでね、世界中の、シナリオの賞を5個ずつ、日本と世界をそれぞれ5個ずつ、表示しろって言ったら、まあ、表示するわけ、だーっと。うん。その中で、さらにね、全然私素人じゃん。シナリオを書いてどっかに発表したっていう実績もないし、そう、プロのシナリオライターっていう実績もないからさ、そう、それで、まあ、全然素人だけども、素人で応募できるものを、さらに絞って、さらに5個を選べていったら、まあ、素人でも応募できるやつが5個ぐらいダーって並ぶわけよ。そう。まあ、それを見て、まあ、当然、それだけじゃわかんないから、ついでに、それぞれのさ、簡単な説明も書けというと、まあ、それぞれの簡単な説明も書いてくるわけよ。で、まあ、簡単な説明を見て、まあ、さらに URL を貼り付けろというと、そこの URL もダーって貼り付けてくれるわけよ。そう。まあ、それを見て、まあ、まあ、ベースは日本語でもいいけども、日本語と英語をそれぞれ書いて、あ、そう、もう一つあった。重複して応募していいやつも選べていたの。そう。重複っていうのは、5個あったら5個に全く同じのを送っても問題ないってやつ。うん。写真の場合だとね、結構重複 NG ってのあるわけよ。そうそうそう。うん。まあ、だから、まあ、重複 OK。まあ、チャット AI っていうか、ノーションが選んだのは、重複 OK の賞のやつが、まあ、海外語、日本語みたいな感じで選んでくれたから、まあ、それをもとに、それをに応募することを目指して、まあ、各応募要件を確認し、まあ、多分、字数とかさ、制限がいっぱいあると思うからさ、まあ、制限を確認しながら、まあ、それもね、ノーションとチャット AI に調べさせてさ、後で確認するだけだからさ、まあね、多分一つ一つ調べていってもさ、まあ30分もあれば終わるような作業なんだけど、それを確認して、敷居がね、低そうなものから一番高そうなのの、レベルを確認し、まあ、どちらに合わせて書くかわかんないけども、書いてみようと。とりあえず書いてみようっていうのが、まあ、今日のね、深夜か朝方、3時ぐらいにふと思った。夢なのよ。うん。まあね、完成するかどうかわかんないけど、まあ、チャレンジしてみることで、何かしらのさ、私の中で、新しい発見もあるだろうし、発見もあれば、新しい成長もあると思うから、
まあ、それはそれでね、無駄なことはないと思うし、うん。まあね、それがね、まあ、完成して、まあ、そこに応募できたなら、まあ、それはそれで、もう夢の達成でいいと思うんだよ。そう。で、そこで、まあまあまあ、何かしら、まず、万が一間違って、何かした賞が取れたなら、また違う夢に広がるかもしれない。そう。まあ、それをね、やってみたいなと思ったのが、まあ、今日ね、お話ししたかったことなんだよね。そう。だって、スタミオはさ、なんだろう、極端な話、今だったらさ、紙とペンじゃなくて、パソコンでもいいし、スマホでもいいから、まあ、どちらかあればできちゃうわけじゃん。まあ、なくても頭の中で作ろうと思えばできちゃうわけで。うん。まあね、写真はさ、まあ、最低カメラが必要なわけでさ。そう。まあ、それに比べれば全然お手軽よね。スタートは簡単。そう。そんなわけでね、新しい夢に向かって、そう。まあ、今週、まあ、帰ってからね、今日帰ったらもう仕事、今日はもう丸きりないから、帰ってからちょっとね、帰ってからじゃないな、今日仕事しながら、お風呂の掃除これからだから、お風呂の掃除しながら、ちょっと、考えてみようかな。うん。そうする中で、またね、新しいアイデアが生まれるかもしれないし、もしかしたら、気持ちが変わって、そのプラン自体がボツになるかもしれないけど、まあ、ボツになってもね、ボツになってもさ、そんなに大きな問題じゃないじゃん。そう。試してみれば、まあ、何かしら発見あるだろうし、やらなければ、ただの妄想だし、失敗しても別に、損するわけじゃないし、成功すれば大成功、成功すればね、まあ目標が達成できれば、まあまあ本当すれば素晴らしい、私の中の自信になるし、まあまあリスクがないことはとりあえずやってみようと。あいつのもながらの、判断で、ぜひね、それは試してみたいと思います。いやいやいや、おしっこしたい。そんなわけでですね、今日も、そう、太陽がまん丸。まんまの太陽が山から上がって、あと、そうだな。あと、10分の1ぐらいで全部出てくるって感じかな。そう、もうこのね、朝日をさ、見ながらさ、出勤できるなんて幸せよ。私はほんとさ、雨が嫌いでさ、雨っていうか曇りとかがあんま好きじゃなくて、ほんとね、ライオンちゃんだからさ、そう、ダメなのよ。日が当たってるかどうかで、その日の気分が違ってくる。そう。特に朝。今まではね、ライオンちゃんだけど、私は雪も見るの大好きだから、雪がね、雪が降ってなくて、どんなに寒くても雪が積もってる風景を見るとなんかね、嬉しくなっちゃうんだけど、そう、雪がなくなっちゃって、桜もなくなっちゃって、そう、若葉がさ、バーって出てきてるけど、これから先はね、若葉が、まあしばらく、まあこんな状況が、ここ2、3ヶ月はこんな状況だよねっていうふうにさ、まあわかるわけじゃん。そう、どんどん日が昇るのが早くなっていくだけで、そんなに変化ない生活がしばらく続くじゃん、歩いてても。うん。そうなると、ほんとね、今この朝日が、ちょうど私が出勤するね、この時間に上がってくるのを見れるのも、まあほんとあと、ほんとさ、数週間の話だと思うから、そう、それはほんとありがたい。うん、そう。いやいや、あ、今山陰から全部巣だった。まあ、太陽見たらね、目チカチカしちゃってさ。そう。まあね、普段はね、昼間さ、明るくなって太陽が立っててるときは、もう私はさ、そう、日傘とさ、サングラス完全武装だからさ。そう、まあ、直接太陽を見るなんてことももちろんないけどさ。まあね、朝日のね、出た直後の、オレンジのね、オレンジの朝日ほんと綺麗だわ。そう、そういえば今月のさ、4月はね、お月様ピンクムーンって言うんだよ。その由来はわかんないけど、まあ、さっきね、新月の時間を確認した時のウェブに出てた。まあ、それがなんで、ピンクムーンっていうことなんだけど、なんか変な飛び方をしてる。ヘリコプターみたいな飛び方をしてる鳥がいる。なんだろう、あれ。あ、
そう、遠くだと思ったら結構近かった。本当ヘリコプターの羽みたいにパタ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 してる変な鳥がいると思った。そう。まあ、ようやくね、そうやって私のそろそろ、出勤というか、あの職場に近づいてきたので、今日はちょっとね、短めですが、これで発信をしようとしようと思います。うん。まあ、今週も、なんとか走り切りましたが、来週もまた、ヒレビル放送局、分けありダイエットウォーク、もちろん月曜日から毎日配信しますので、ぜひご視聴お願いします。はぁ。いや、ほんとさ、今日リアルにさ、間に合わないかと思って、頑張って歩いたんだよ。まあ、橋渡り切ったあたりから、あ、もう大丈夫、もう余裕だ、みたいな。そうしたら橋渡り切ったあたりから、もうすごいおトイレ行きたくてさ。でも、まあ、近くに公衆トイレあるんだけど、公衆トイレ寄ってると、もしかして間に合わないかと思うと、あ、ちょっとね、そう、歩きながら、うわ、トイレ行きたいと思いながら、歩いてます。まあ、今月はね、そう、訳ありでは全然喋ってないけど、ちょっとね、そう、太陽を見ながらさっき許した時におならしちゃったらさ、そう、おならと一緒にね、まあ、出ちゃいけないのも出ちゃって、そう、朝から大惨事ってこともあったんだけど、まあね、問題ない。そう、何があったって別に命取られるわけでもないし。そもそも私自分の命にさほど興味ないしね。そう、やりたいこと、やりたい、自分がやりたいと思ってるものにはものすごいさ、情熱があるけど、そう、それ以外はね、興味ないんだよね。そんなわけで、ちょっとダラダラ喋ってしまいましたが、わけありだいたい動く。今週もこれで終わりとなります。また来週。そう。もしね、来週まで待たない寂しいって方は、バックナンバーをご覧ください。ぜひチャンネル登録で高評価お願いします。まあ、こねえでした。バイバイ。またね。